ズラは、エリトリアセメナウィケーバハリ地方南部、フォロ地区の公海沿岸に存在する町、ズラ湾の西岸奥に存在している。行政府所在地のフォロから東に 4.5km 離れている。北緯15度14分44秒、統計39度40分4秒、標高 21m。古代アクスム王国の領土であり、ズラから 4km 離れた場所に、 アクスム王国の交易地及び港の遺跡であるアドリスが存在する。1857年、テオドロス2世のエチオピア帝国に反乱を起こしていたティグレ族の主張、デジャズ・ネグシエによってフランスにズラを活用する協定が結ばれた。デジャズ・ネグシエがテオドロス2世に破られたためこの協定は履行されなかったが、この際に派遣されたフランスの巡洋艦は、 無種の土地を発見した。しかし、1866年にこの地がエジプトに隣接する海岸線とされたためにフランスは主権を主張しなかった。翌1867年から1868年にかけてのイギリスによるエチオピア遠征に際しては、この面の港が上陸地及び停泊地として選ばれた。また、この遠征の際に、 アビシニア高原のセナフェまで道路が建設された。1888年、この地におけるエジプトの主権は失われ、イタリアによる保護国家の宣言がなされた。1890年にはイタリア植民地エリトリアに組み込まれた。1941年からイギリスの軍政下保護領に置かれ、1952年にはエチオピアとの連邦国家である、 エリトリア領となった。1962年にはエチオピア帝国に併合されたが、1970年代後半までにエリトリア独立戦争における独立勢力の支配下に置かれた。1993年国民投票によりエリトリアが独立した後はエリトリア領になっている。ズラワンの西岸に位置するズラ。ありがとうございます。